はい、皆さん、お久しぶりです。オペラ歌手の高橋達也です。皆さんお元気でしょうか。現在、なんと東京自由が丘に おります。はい、今日は、8月31日ですね。東京レッスンの最終日ということで、明日、福岡の方に立つことになりました。はい、明日じゃないか、今日か、今日の夜かな。ちょっとバタバタしておりますが、皆さんお元気でしょうか。久しぶりです。本当すいません、なんか更新滞ってしまいまして、なんと言いますやら、8月上旬はね、息子がコロナにかかり、で日本に帰れるかどうか危うかったのですが、なんとか無事に陰性証明を手にし、日本をちょっとね家族で回っておりました。ディズニーランド行ったり、実家に帰ったりしてちょっとね、楽しんでおりました。で、8月の10 20日かな、8月の19日にこっちに戻ってきて、20日から、東京レッスンをスタートしております。はい、1日10人ほど、レッスンしておりますが、昼飯休憩なしで、朝10時から、夜の8時までぶっ続けで毎日アクト出しております。まあ稽古時間長いのは慣れてるので全然苦じゃないんですが、まあたくさんの人に出会えたのが本当に嬉しくてですね、オンラインコロナになってね、レッスン始めて、でオンラインだけでこうねやってたんですが、やっぱりこう実際にね会って実際の響きを聞いてもらうっていうのがやっぱり一番重要だと思ったので、今回来てよかったです。はい、本当に。まあ僕としての感想は別にオンラインとその現地レッスンあんま関係ないというか、僕は聞いて判断するので、全然印象も同じだったし、あれなんですが、やっぱこう聞く側、弟子からすると、教えからするとやっぱりそういうね、実際聞いて響きを聞いて、学ぶことが多かったのか、すごく嬉しそうな表情で皆さん帰っております。はい、それは良かったです。はい、ということでね、グダグダですが、ちょっと朝なんで、まだ朝9時10分なんで、ちょっと今から朝飯を食べて、自由学校の、スタジオの方に行きたいなと思います。はい、よし。というわけで、頑張っていきましょう。イエホテル1軒しかなかったんですよね。よいしょ。おはようございます。ビンゴをお願いしたいんですが、中に紙がなかったので、計算していただいて、あとパンツだけちょっとプレスをかけて、私の方で館内でを選択させていただいて、全然大丈夫です。はい、はい、スイミングじゃなくて、はい、すいません、お願いします。おはようございます。
これか松原さん言ってた金田あるな。外車ばっかりですね。ちょっとコンビニ入りたいと思います。ここね、美味しかったです。寿司リンカ。
の生徒さんと行きまして、めちゃくちゃ美味しかったです。今日は暑い。はい、というわけでここが、レッスン室です。レッスンのね、スタジオ借りてます。ここで8月の20日から今日31日までレッスンしておりました。レッスン受けた方が見てたら懐かしいと思うんですが、ぜひね、ここね、ピアノもね、スタインウェイで、スタインウェイのフルコンがあるし、もよく響くので、歌の勉強にもすごくいいかなと思うので、ぜひ、借りてみてください。最後、今からね、最後レッスン頑張りたいと思います。イエー。はい、というわけで福岡に着きまして、今現在ホテルです。はい、自由が丘はね、ちょっと自由が丘のホテルって調べても1個しかなくて、あんまりいいホテルじゃなかったんですが、でもまあビジネスホテルって感じで、はい、今日福岡のホテルは結構綺麗で、はい、駅近なので、駅近というか駅か、もうほぼ駅なんで、すごく便利で、はい、早速ラーメンも食べて、元気いっぱいですが、東京ね、レッスンでお世話になりました。本当にお世話になりました。で、ツイッターで連絡くれた自由が丘のオペラスタジオの、方など、本当にこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。はい、でやっぱりこうレッスン終わってね、こうみんなと写真撮るんですけど、で写真撮った時にみんな笑顔で、いてくれるのが僕は本当に嬉しくて、本当にこのために今まで歌やってきてよかったなというのが本当に幸せでした。はい、ではみんな上手くなってね、くれたので、またそれも万々歳で、はい、福岡もね、頑張っていきたいなと思うので、福岡の皆さん、九州の皆様、よろしくお願いいたします。はい、まあ、これからまあ福岡終わって愛知行って、九州、あ、愛知行ってまた大阪に戻るんですけど、まあ、それで、頑張って、これまあ体調管理というか健康第一で頑張っていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、というわけでこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。まだ、ね、ちょっとホテルなんであんま大きな声で話せないんですが、またオンラインレッスンもやっておりますので、下のアドレスから、連絡ください。で、ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、ツイッターね、本当に日常をつぶやいていて、インスタとかフェイスブックは、普通の写真などを載せているので、また興味のある方は覗いてみてください。アクートもね、アクート動画も出しているのでツイッターフォローよろしくお願いいたします。はい、というわけで、頑張っていきますので、日本で会える方は本当ぜひ一緒にご飯など行けたらいいなと思っております。はい、高橋達也でした。チャオチャオ。